南北戦争中の北軍第五軍団は、ポトマック軍令下の軍団である。ジョージマクレランを司令官とするポトマック軍は、アメリカ連合国の首都リッチモンドの攻略を目指す、半島方面作戦のために、第一第五軍団を編成した。第五軍団の軍団長は、ナサニエル・バンクスであった。しかし、南軍ストーンウォール、ジャクソンのバレー方面作戦に対応するために、 バンクスの軍団は短期間でポトマック軍から離れた。この軍団は後に第12軍団と解消された。続いて、半島方面作戦中の1862年5月18日、リッチモンドに迫ったポトマック軍は、軍団再編を実施し、第3軍団の第3師団とジョージ・サイクス准将の正規軍予備師団からなる暫定第5軍団が編成された。 ポーターは、軍団長となり、公認の師団長には、ジョージ・モレール順将が就任した。1862年7月22日、暫定が取れ、陸軍省は、第五軍団を、正式の軍団と認めた。半島方面作戦中に、第五軍団が参加した戦闘は、ハノーバーコートハウスの戦いに加え、1862年6月25日から7月1日の7日間の、 戦いのうちのメカニクスビルの戦い、ゲインズミルの戦い、グレンデールの戦い及びマルバーンヒルの戦いがある。7日間の戦いの4つの戦闘での軍団の戦死者は995人、戦勝3805人で2801人が行方不明、または捕虜となり、損害合計は7061人であったが、これは、 ポトマック軍全体のおよそ半数に相当した。この損害のうち6387人はゲーンズミルで生じた。ゲーンズミルでの北軍戦力は第5軍団と第6軍団の1個手段のみであり、これで南軍の北バージニア軍のほぼ全軍と戦った。7月14日に ジョージ・マッコールのペンシルベニア予備師団が加わり、軍団の戦力は一時的に強化された。この師団には、後にその才能を発揮するジョン・エフ・レーノルズや、ジョージ・ミードがいた。半島方面作戦は結局失敗に終わった。ペンシルベニア予備師団は、アービン・マクドウェルのバージニア軍第3軍団に、所属替えとなった。第5軍団は、 ポトマック軍参加に止まったものの、ジョン・ポープのバージニア軍支援のために、ポトマック軍第3軍団及び第9軍団と共に北バージニア方面に派遣された。マクレランは第5軍団を特に称賛していた。特に、ポーターとは親友であり、他の陸軍が見習うべきモデル軍団だと宣伝していた。軍団の参謀は、全員が陸軍士官学校の出身者であり、 政治家軍人や非職業軍人はいなかった。正規軍師団が軍団に含まれていたことも第五軍団にプロフェッショナルな雰囲気を与え、訓練は他の部隊よりも厳しかった。加えて正規軍予備砲兵部隊が軍団に付属された。8月28日から8月30日の第二次ブルランの戦いでは北軍の左翼として戦った。ポーターはポープから 南軍ストーンウォール・ジャクソンを攻撃するよう命令されたが、その場合別の南軍部隊から自身の側面を攻撃される可能性があり、その命令を実行に移さなかった。結局、その恐れていたことが起こり、はるかに優勢な南軍の攻撃を受けた。例下の6個旅団の内戦闘に参加したのは4個旅団であり、人員は6500人と比較的少なかった。 これに対して、戦死331人、負傷1362人、行方不明456人の合計2151人の損害を出している。第2師団のガバヌーア・ウォーレン・両団は2個連隊で構成されていたが、第5ニューヨーク連隊500名のうちほぼ300名が被弾し、そのうち120名は、瀕死の重傷を負った。ポーターは、この敗北のために、 ポープから軍団長を解任されたが、間もなく、マクレランによって復職し、引き続き、第五軍団の指揮を取った。9月のアンティータムの戦い直前に、アンドリュー・エイハンフリーズの師団が追加され、3個、師団編成となった。この師団は、主として、ペンシルベニアで集められた、徴兵期間9ヶ月の兵で構成されていた。アンティータムでは、両軍ともに、 多くの部隊を予備にし、順次投入する戦術を取った。第五軍団第一師団は、中央予備とされ、最後まで戦闘には投入されなかった。サイクスの第二師団は、戦闘に投入されたがいくつかの部隊が、アッパーフォードで、小さな戦闘に加わった程度である。ハンフリーズの第三師団も、予備として、戦闘には参加しなかった。アンティータムの戦いで、 国軍は勝利し、南軍の北上を阻止することに成功した。しかし、ポトマック軍司令官のマクレランは、積極性に欠けるとして、リンカーン大統領に解任された。マクレランの解任後に、ポーターは、第二次ブルランの戦いの際の公明に関して、軍法会議にかけられた。ポーターの行動は、非難を受けるようなものではなかったが、バージニア軍を指揮していたポープは、 スケープゴートを必要としていた。ポーターは有罪となり、軍を免職された。第一師団長のジョージ・モレルも、法廷でポーターを擁護する発言をしたため、連座して免職となった。さらに、その後長期にわたって、陸軍省は第五軍団の士官の昇進をなかなか認めなかった。マクレランの後を継いで、アンブローズ・バーンサイド少将が、ポトマック軍の司令官となった。 第5軍団の軍団長には、ジョセフ・フッカー少将が就任したが、直後にバーンサイドは、第3軍団と第5軍団から構成される、中央、大師団を組織し、フッカーは、中央大師団の司令官に任命されたため、ダニエル・バターフィールド少将が、第5軍団長を引き継いだ。バーンサイドはリンカーンにせかされ、陶器にもかかわらずリッチモンド攻略を目指す作戦を、 立案した。1862年12月のフレデリックスバーグの戦いでは、チャールズ・グリフィン、サイクス及びハンフリーズが各師団長を務めた。フレデリックスバーグで北軍は敗北し、第5軍団の損害は、戦死206人、戦勝1699人、行方不明300人の合計2175人であった。 バーンサイドはその後も無謀な作戦を実行したため、部下の反抗を招き、結局辞任することとなった。フッカーが、ポトマック軍の司令官を引き継いだが、大師団を解消し、第五軍団長であった、バターフィールドを、自身の参謀長とした。新たな第五軍団長には、ジョージ・ミードが就任した。この際に、各軍団が、自身の気象を使うようになった。 第5軍団の起床は、マルタ十字の一種であるクロスパティとなった。第5軍団第一師団の起床1863年4月30日から5月6日のチャンセラーズビルの戦いは、第5軍団のサイクス師団が火蓋を切ったが、その後の戦闘には大きく関与しなかった。北軍の戦力は、南軍の2倍はあったが、北軍は敗北した。戦いの後、第三師団は、 徴兵期間が過ぎたために解散となった。しかし、南軍のロバートリー大将の北バージニア軍が北への進行を開始したため、直ちにサミュエル・クローフォードが指揮を執るペンシルベニア予備旅団からなる新たな師団が編成され、第5軍団に加わった。1863年6月28日に、ミードがフッカーに代わってポトマック軍の司令官となったため、 同時に、サイクスが、第5軍団長に昇進した。軍団は7月2日に、ゲティスバーグに到着した。最も有名となった行動は、第1師団のストロング・ヴィンセント大佐の、第3旅団のそれである。旅団は、北軍前線の最左翼にあったむき出しの丘である、リトルラウンドトップを占拠するために迅速に前進した。 ジェームズ・ロング・ストリートの南軍第一軍団の強烈な攻撃から、ビンセントの旅団は丘を守りきり、北軍の側面が攻撃されることを防いだ。このシーンは、マイケル・シャーラの小説、ザ・キラー・エンジェルスで描かれており、また小説を元にした映画、ゲティスバーグでも、最左翼を守っていたジョシュア・チェン・バレンタイサの第二0メイン連隊の活躍を中心に描写されている。 チャールズ・グリフィン巡将の第一師団及びロメーン、アイラス巡将の第二師団の損害は大きかったが、サミュエル・クローフォード巡将のペンシルベニア予び師団は、大きな戦闘は行わなかった。第二軍団の二人の将官、スティーブン・ウィード巡将と、ストロング・ヴィンセント巡将が戦死した。1863年秋のポトマック軍の作戦における、 第5軍団の活動は限定されたものであった。ブリストー駅の戦いでは、第5軍団は、南軍 AP ヒル中将の軍団からの砲撃に、さらされた。その後、第2軍団の到着によりヒルの攻撃は混乱した、ものとなった。第2軍団の軍団長ガバヌーアウォーレンはヒルに、対して優位な位置を占めることができ、北軍に勝利をもたらした。 1864年4月、ユリシーズ・グラント中将が、北軍の総司令官となった。北軍全体の再編が行われ、第五軍団も再編された。第二師団は、第一師団に統合され、グリフィンが師団長となった。クローフォードの第三師団はそのまま残った。第一軍団は解散となり、その師団は、第五軍団の第二師団及び第四師団として、 組み込まれた。それぞれの師団長は、ジョン・ロビンソン・ジョン・シーロビンソン及び、ジェームズ・ワズワースであった。ガバヌア・ウォーレンが、第5軍団長となった。5月7日のアラノの戦いの前には、軍団辞任は2万5千人を数えたが、5月8日から21日、スポットシルバニア・コートハウスの戦いの後には1万人以上が、負傷していた。第4師団長のワズワースは、 荒野の戦いで戦死し、第二師団長のロビンソンは、スポットシルバニアで足を失うという重傷を負った。第二師団の兵員は一時的に、第五軍団の他の師団の所属となった。第四師団長には、アイアン旅団の旅団長であったライサンダーカトラーが、就任した。5月31日から6月12日の、 コールドハーバーの戦いと6月15日から翌年3月25日まで続いたピーターズバーグ包囲戦では第5軍団は激しい戦闘を経験した。8月19日のグローブタバの戦いでは多くの捕虜を出している。これらの戦いの後でカトラーの師団は解散となった。残りの3個師団はグリフィン、アイラス、及びクローフォードが指揮を取り、 この三人は戦争終結まで師団長を務めた。グリフィンの師団は、旧第5軍団の生き残りと、新たに組織された部隊を含んでいた。アイラスの師団は、親切連隊が中心で、メリーランド旅団のような古参部隊がこれを補強した。正規軍師団はその損害のために解散となり、クローフォードの師団は、旧第1軍団の兵士から構成されていた。 これら師団は9月30日のピーブルの応援の戦いにも参加した。1865年3月31日、軍団の兵力は1万7千人にまで減っていた。リーの北バージニア軍は4月9日にアポマトックス、コートハウスで降伏したが、その時までにさらに2千人の損害が出ている。4月1日のファイブフォークスの戦いの後、南軍の追跡が、 消極的であったとして、ウォーレンは、シェナンドー軍司令官のフィリップ・シェリバンに少々によって、解任され軍団長はグリフィンに交代した。グリフィンは軍団を率いて、リーを追跡し、シェリバンの騎兵を支援するためにアポマトックス、コートハウスに予定に知事に到着した。1865年6月28日、軍団は、正式に解散した。ありがとうございます。